空いた、吉井君議員が、質問主意書を、提出するそうですね。在特会に関して、山谷さん、あなたに、宛てに、質問主意書が提出されるということで、で、回答期限が確か10月の7日に、なってるということで、今日突然、抗議、呼びかけまして、予想外に、この何百人か分かんないですけど、来てますけども、400人来てますけども、もうこっからガン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  あなた追い込まれるので、本当に、もうあとはないです。あなたには、やめてもらうしかないので覚悟しておけど、国会でもそうやってどん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 追及されますので、どんどん逃げ場はなくなります。やめるなら今のうちにやめろ。今日は本当は、1時間で終わる予定でしたけども、もう本当に怒りにもう火がついている状態なので、9時まで、やることにしました。で、今日は9時で終了で、またその国会の動きなど見つつ、また、ここにもやってくるでしょう、怒った人たちが。ということで、なるべく早くやめろということで、一言お願いします。山谷やめろ、今やめろ。お前殺される、立場にいる、在日コリアンです。彼らから殺せと言われています。率直な立場を申し上げます。私は、六本木の、9月23日の、デモで、プラカードを掲げました。彼らのデモに向かって、私は韓国人です、だからどうした、差別をやめろという、プラカードを日本語と、英語で掲げました。正直に言います、はっきり言います、ヘイトスピーチは殺人と同じです。怖いから止めてよ、お願いだから。安倍さんも言ってよ、大徳もいやダメだって、迷惑だって言ってきた。殺人集団の在特会と縁を切らない、山谷恵理子さん、縁を切れなければやめてください。世界中から、日本に向かって白い目が向けられています。それは、在特会のせいです。ヨーロッパの友達からこう言われています。ヨーロッパではこんなデモを見たことがないって言われています。あんなひどいデモは見たことがないと言われます。ヨーロッパみたいな、多様性がある国家ではどこにもあんなデモは認められてないと友達からも言われました。こんな国が恥ずかしいです。私は在特会と縁を切ってください。縁を切れなければ大臣を辞めてください。山谷やめろ、山谷やめろ、山谷やめろ。
大特会の
ども、関係を、これからどんどんあなた追及されるでしょう。で、その後情勢見ながらまた、あなたを地獄まで追い込むために、ここにまた、今日以上に、何倍も多くの人がやってくるでしょう。そうなる前に早くやめろ。もうこの怒りが収まることはありませんので、それをよく承知した上でさっさとやめなさい。ということで今日は、9時で、本当は1時間ぐらいの予定でしたけれども、延長しましたので9時で、終了します。また、こういう講義の機会あると思いますので、それまでに力を貯めて、今度こそ、引きずりを下ろすために、皆さんで力を合わせて頑張りましょう。お疲れ様でした。東京都議会性差別野人調査委員会設置と、差別行為禁止を、議会規則に盛り込む署名活動で、請願書を出しますのでその署名を集めています。ご協力いただける方は私のところまで来て署名をお願いします。都民でなくても結構です。で 今のところ、50筆集まりました。できればあと200欲しいところです。よろしくお願いします。おめえがトップだと建設も困んだ。どっかにいる。